はい、フリーライターのいつか笑って過ごせる、ひまねで,です。第98回箱根駅伝予想、狙えシード、日体大中央学院大、山梨学院大、帝京大、東洋大ということでやっていきたいと思います。 2022年1月に行われます第98回箱根駅伝まであと少しとなってまいりました、えー。エントリーがですね、12月の10日に発表されるので、それまでに5校ずつ4回に分けて参加する20校を、ね、紹介したいと思います。今5時半前なので、まあ、なんとかなるかな、えー、これ、これ第3回なんでね。 1>, はいえー、1万メートルのタイムをもとにした予想順位をベースにその他の要素や主力選手などを紹介し、えー、躍進する可能性などをお話ししていきます、えー、第98回箱根駅伝の1万メートルの記録をもとに順位予想というのも挙げてますので、えー、1万メートルの記録に基づく、ねえー、順位予想というのが気になる方はそちらの方を見てください概要欄に貼っておきますそしてですね今回第3回目の、えー、今回はですね、えー、1万メートルをもとにしたランキングではシード圏外になっている11位以下の選手の中 でえー、11以下で、えー、シードを狙ってほしい大学5校というところですね、えー、日本体育大学中央学院大学山梨学院大学帝京大学、えー、東洋大学の4校とあ5校ですね5校というところですねまあ意外なところも混じってますけれども、えー、やっていきましょうはい という形で、こちら切り替えますね。はい。えー、日本体育大学をまずやっていきたいと思います。えー、1万メートルのタイムでは様々な角度で分析したランキングで11位、1万メートルの平均タイムでも11位と、ギリギリシード圏外という状況なのが日本体育大学です。えー、順位別順位1位から7位までが、えー、10位。んあえっ、ー、と、 1>, 1位から7位までが10位から12位の中にいるというところで、8位以降は10位以内と、えー、シート圏内、新道圏確保に向けて、えー、海選手の頑張りが不可欠というところになっています。えー、関東の大学内のハーフマラソンのランキングで50位以内に入っているのは藤本選手だけと、上位に切り込むにはやや力が足りないように感じるという状況ですけれどもね。まあ シード権は何とかいけるのかなというところですね。えー、ただですね、えー、激坂最速決定戦で、えー、学内タイム14位圏外の吉富選手というのが3位に入ってるんですね。吉富選手が3位に入ってると。山で良い走りができれば一気に挽回しシード権に近づく可能性もあるのかなというところなんですね。はい。 えー、学内11位の、えー、1年生、和桁選手が 3000mSC で関東内で18位と脚力はあると考えられますので、和、え、桁、ー、選手の、えー、箱根での走りというのも注目していただければと思います。まだちょっとまだエントリー発表されてないので、出れる,出れるかどうかわからないですけれども、ちょっと和桁選手には注目してほしいなと僕は思っています。なんとか頑張ってね、4年ぶりの主導権確保してほしいなというところが、えー、日本体育大学です。えー、次 中央学院大学。1万メートルのタイムを様々な角度で分析したランキングで12位。1万メートルの平均タイムでも12位と。こちらもシード権から離れて、外れているというところなんですね。順位別の順位で、えー、全体的に10位前後にいるんですけども、10位以上が5人で、えー、10位、やや下といった感じなのかなというところですね。10位以内にいるのが5人ですね。はい。 戦力的にやや厳しい印象というのを受けるのかなという感じです。予選会は7位通過と下位通過であり、全日本デカゲ駅伝では予選会6位、本戦11位と、こちらを見てもシード権がギリギリのラインという感じになっています。えー 箱根駅伝予選会で日本人1位の栗原選手がいるほか、前々回の箱根駅伝6区5位の武川選手、1年生ながらに1万メートル学内3位につける吉田選手の活躍に期待したいところというところです。特に予選会では外れた武川選手が全日本出かけ駅伝では6区8位と復調の兆しがある点は大きいかなというところです。箱根駅伝6区で2年前同様山だれで回想というところがあれば、なんとかシード圏内に押し上げる可能性があるというところですね。 武川選手、あの本人も、ね、言われているように山下りが得意というところらしいですので、えー、ぜひ、ねえー、頑張っていただきたいというところです。またです、ね、1万メートルで学内14位圏外ながらに箱根駅伝予選会で学内に総合43位の、えー、吉本選手や同じく14位圏外で、えー、予選会学内3位、えー、総合63位の川津選手など、えー、1万メートルの記録に反映されない戦力もありなんとか3年ぶりのシード権確保をしてほしいというところですね。まああの 1>, 1万メートルのタイムでの順位よりも、まあ、あの、上に上がっていくっていう要素もあるというところなんですね。はい。が、えー、中央学院で書くと。 と,いうところです次、山梨学院大学。1万メートルのタイムを様々な角度で分析したランキングでは13位。1万メートルの平均タイムでも14位と。山梨学院大学はシード権確保がかなり厳しい位置にいるのかなという感じですね。頼みの留学生ポール・オニエゴ選手こそ、順位別順位の1位の中で6位につけているものの、他は軒並み10位以下。さらに9人が15位以下というところで、予選会も4位なんですけれども、1位の明治大学との差は8分近いと。 8分近い差があるとかなり厳しい状況になっているというのがこの山梨学院大学なんですね。で、木山選手、松倉選手の2人が予選会で20位以内に入りあ20位台に入り、1万メートルでも11月に多くの選手が自己ベストを更新した点などは上り調子で高材料とは言えると。また5区の経験のある星野選手が学内10位圏外にいますと。上位研究者はおらず、激坂最速を決定戦でも上位に入った選手はいないと。 いうところなんですけども、この星野選手がね、えー、で改装するというようなことがあれば、えー、かなり、 シード権に近づいいてくるのかなというとうころですね、まあ、ただねエントリーされ,てるされるかどうかも分からないというところはありますのでまだ何とも言えないというところですね、えー、近年は一度の不出場を含む5年連続シード落ちと、えー、元気がないだけになんとか踏ん張ってほしいですね山梨学院大学ねぜひ頑張っていただきたいと思います、はいえー、次は帝京大学前回8位で4年連続シードを獲得している帝京大学なんですけれども1万メートルのタイムをさまざまな角度で分析したランキングで14位、えー、1万メートルの平均タイムで13位 13位位とシード権がかなり危ういい置にいます、えー、出雲駅伝で8位、えー、全日本大学駅伝では13位と駅伝を見ても、えー、厳しさがにじむ結果になっているというところなんですねちょっと10位以内大丈夫かなみたいなところですよねハーフマラソンでも関東50位圏内の選手50位以内の選手というのはいなくて、えー、順位別順位でも1位の遠藤選手が、えー、17位1位の中で17位と。 いうところで買いが目立つ状況になってきてしまっています。えー、監督が語るタイムよりレースの指導が。えー 駅伝で発揮されれば、なんとかシード圏内に上がるかもしれないが、やはり厳しいと言わざるを得ないと。鉱材料を上げるとすれば、細谷選手が前回極区区間賞で残ってるんですね。今回、まだいるんですね。山に不安はないというところで、極でなんとか貯金を作り、5年連続シード圏確保法をし目指してほしいというところが帝京、えー、大学という感じです、えー。次、最後ですね。東洋大学。ここに来て、まさかの東洋大学で驚く人もいると思います。いや、こいつ何言ってるんだと。こんなわけないだろうと。 思思われれた方ももいいるんんじゃないかなかと思うんですけれども1万メートルのタイムでさまざまな角度で分析したランキングで15位1万メートルの平均タイムでも15位とえ1万メートルの記録で見るとシード権がかなり厳しいポジションにいるのがこの東洋大学なんですねえ出雲駅伝こそ3位だったが全日本大学駅伝では10位に沈んだと。 まあ10位までがシード権確保の箱根駅伝なので、まあ、10位だったらなんとかなるのかなというところですけれども出てない学校もあるのでなんとも言えないというところですね、えー、駅伝の結果を見れば1万メートルの結果よりは明るいのかなという感じではあるんですけれども、えー、前回5区3位前々回5区区間賞の宮下選手が怪がから復回復がね順調であれば帝京大学同様山で貯金を蓄えることができる可能性があるというところまた出雲駅伝全日本駅伝と、えー、区間賞を獲得したスーパールーキー石田浩介選手 がえー 20球以上ある箱根駅に対応できるかどうかにも注目してみてほしいというところですね。もしもこれ対応することができれば、10以上のシード権確保が見えてくると。宮下選手と石田選手で10位以内が見えてくるというところですね。さすがに15位に沈むとは私自身も考えてはいないんですけれども、考えにくいなと思っていますけれども、上位に食い込む可能性もかなり低いと考えられます。えー、なんとかね、鉄鋼の多たたきをシ、えード権内10位以内で運んで、シ、えード権確保というところを目指していただきたいなと思います。はい、というところでね、えー、3回目。 こちらで終わりたいと思います。なんとかいけるかななんとか4つ目いけるかなはい。という感じですね。はい。ちょっと余談になりましたけれども。えー、よろしければですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、いいねをつけていただけますとね、励みになりますので、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。フリーライターのいつから手つかせる日まねで,でした。